個人的な質問なんですけども、はい、社長っていつも何時間ぐらい寝てるんですか？なんか僕がメッセージ送って返事がいつもなんか3時とか深夜4時3時に帰ってきたりして、朝見るとえなんでこんな時間にと思うんですけど、はい、はい、答えはですね、寝れる時に寝れるという話です私にとって実は仕事ってもう本当に生活の一部でして、何時に寝るとかってないんですよ。仕事が優先でその空き時間に寝るみたいなところがありますんで、何時に寝るっていうよりも、なんかもうとにかく空いたら寝る、寝れる時に寝れるっていうのが答えですね。ですんで、夜中のね4時5時に寝る場合もありますし、徹夜でずっと仕事して朝7時から10時まで寝る場合もありますし、やっぱりこう人生が仕事のかっこよく言えばですよ、かっこよく言えば人生が仕事の一部になっています。で、同じことをね、我々の執事バトラーにも求めたいんですけど、それだってですね労働基準法になんとかなっちゃいますんでそんなことを求めなくて、我々のバトラー執事はですね、ゆっくり休みを取って仕事をしているときはお客さんにも全力投球できるようにですね、非常に、いい会社でありたいなと、ありたいなと思ってます。今そこであると思っております、お願いします、お願いします弊社のバトラーはしっかりと休みを取っています。新井は特殊な訓練を受けており、新井しかできない働き方です。皆様は真似をしないようにお願いいたします。編集執事より。